おはようございます。長島古墳公園です。海の前にあって眺望のいい最高な場所でした。海の見える別荘地です。本当に景色のいい場所です。はい、おはよう、寺。よし。はい、ピーコ、おはよう。よし。地元の方と交流中です。残念ながらこの子ドリアンじゃない。大阪で飼ってて、でこっちに移住するときに連れてきたんですけど、一から全く宿経験とかなかったんですけど、で宿が建つ前に亡くなっちゃって、で2代目迎えて、で宿の名前つけるときにドリアンの名前もらおうか。ドリアンっていうことはそのつながりで、なんかいやそれは残念ながらこの子は8で、海風だね。持って帰る？走ってた。ピコ、無理。行くよ。何と。行けろ、水。もういいな。ピコ、水は？いらないらしい。掃除中です。風が通ってめっちゃ気持ちいいです。よし、ピコ、よし。ねえ、絶景見ながらだよ。予定をだいたい今決めたので、ちょっと説明しましょう。今はここ長島です。で今日はここからフェリーに乗ってここに来ます、でずっと天草をぐっといろいろ見て、でここにフェリー乗り場があるので、今日か明日こっちの長崎の島原に渡ります。ということで、とりあえずフェリー乗り場に行きます。はい、
のんびりしました。のんびりしたね。ここはもう最高のロケーションでね、うん、またこっちに来ることあったらもう絶対来るわ。プライベート別荘地みたいだったね。うん、ビーチもあるし。すごいよ、誰も来ないもん。本当に誰も来ないね。え、民宿の人だけにしか会わなかったじゃん。うん、じゃあハリオ公園っていうところに行きたいと思います。はい、すごい散歩もさ、なんかこう歩けるところがいっぱいあってさ、浜までも海も近いし、うん、シュノーケリングとかもできるよ、あれ持ってくれば。そうな、下にも浜があるよ、泳ぐなら。ここは本当に海水浴場じゃん、うん、ということで船で、うん、天草に渡りたいと思います。そうです。全くあれやね、全くの思いつき行動にまた なっちゃったね。うん、いい景色だね。ミニオンがいる、ミニオンがなんか変わったオブジェがいっぱいあるね。うん、ここはね、青島のぐるっとフラワーロードっていうんだって。長島町の役場、なんかすごいガラス張り、近代的な建物だね。かっこいいね、あれ 上なんか見て、ペントハウスみたいな。展望台になってんのかな。市長室や。違う、町長室か。ハリオ公園、びっくりした。人やと思った、マジで。もうすぐだ、あと 610m。 ハリオ公園、あのトイレ行ってきてね、空中展望トイレ。スケルトンのトイレです。こんな感じでスケルトンのトイレになってて、こんな風になってます。すごいですね、大展望、大パノラマトイレ。ハリオ展望台からの眺望、こっち島に渡る橋だね。そしてこっち港、のんびりするわこれ。じゃ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 、あそこでおじいさんおばあさんが見て笑っている。なんであそこの二人は回っているんだろうつって。女子トイレもそう、女子トイレも展望。そうね。はい、行きます。下の海を見ながらトイレに入るという、なかなか壮大な気持ちいいトイレやったね。フェリーの時間が11時台とあと13時、1時台になるからちょっと時間空くんで、市場食堂がなんか近くにあるらしくて、なんか美味しそうだったからそこでご飯食べてきます。なんか定食がさ、なんかブリが美味しいって、養殖してんのかなそこ で1200円で食べれる。ブリカマとブリの刺身、いいね。ドラゴンのオブジェ。目的地周辺です。ちげなせた千葉食堂、ここだ。終了します。車止める。ここまでの所要時間。ここどうしようかな、この城。うん、これいいや。本当だ。数量限定、終了しました。ブリカマ食材料ブリオー、私はブリオーだな。もうすごいボリュームなんですけど、アラとブリとブリカツ丼、めっちゃご飯入ってる下に。これがいいね、やっぱおすすめなだけあるね。すごい美味しい。うん、ほろほろ。
どれどれ。いただきます。うまい。うまかった。ぶり立つ子供に大人気でくるんだ子供かもね。カス、スズキ、カマス、コチって書いてある。アジマ、スマージ。後ろですね。後ろです。じゃあ、ペリー乗り場に向かいます。美味しかった、アブリ。ほら、港。着いた。ここ、フェリー乗り場って書いてある。並んでるじゃん。運転、お疲れ様でした。1時20分。あ、どうぞ、来て。出港13時20分。まだまだ。車検証を持って、行ってきます。13時20分発。4,220円。はい、ピンク色の券を乗るときに渡してください。はい、これ時刻表。さて、いよいよ乗船です。天草、牛深行き30分ぐらいで着くみたい。はい、出発。はい、はい、どうも。おー、行きます。どうぞ、真ん中に来いって。左に寄れって。はい。曲がってるよ、ほら。約30分で到着の予定なんで、すぐです。文化遺産とかさ、天草ロザリオ館、ここについてこれをずっとで、ここからこっち行きます。熊本はこんだけ着いた。もうじき着岸。人はここから歩いていくの。そうや、旅客通路って書いてある、ね、あ、降りた降りた、あら、サンダーバードやなサンダーバード知らんかな知っとるよね誰がおじいさんたちは知ってると思うよ。あ、天草市って出た。本当だ。はい、どうぞ。行きます、はい、行ってきます。はい、ありがとうございました。熊本天草市ですよ。左ようこそ。旅情感出るね、船は、なんか楽しかったな、なんか久しぶりで。
猫がやたらいます。すごい急に出てきた。なんか猫ちゃんがあっちこっちにいますよ。こう足元に知らんうちに猫いた。いた。猫がやたら多いです。ステンドグラス。中は写真禁止。帽子も取ってください。ここから撮影禁止です。これはね、お子さんいるとね、とても喜ぶんですよ。でね、子供たちに品種を買うギャグを言うんですね。うん、ほら、ここに、鳥に鳥がっつってね。ね、これ全然面白くないで、ね、あの、子供たちは笑わないんです。猫が4匹はなんかないの。はい、いるんですよ、屋根の上に。あ、本当だ。あ、本当や。でしょ。分かったか、軒の下とか、そうですね。そういったとこいるんですけどね、うん、で今回世界遺産になったのはそういった形で、うん、教会だけで撮ったのはその大浦天主堂だけで、あの原城を除いたら残りの全部集落で撮ってるんです。じゃあ佐吉はどういったところに特化した集落か。天草四郎の一揆から250年以上の長きにわたってずっと信仰信心し続けた教会祭壇があったと思います、うん、その場所、そこでやってたこと、これが絵踏み踏みを踏んでたんです、ここで。18番、うん、20個あるって言って。今日もいくつかご紹介しましょう。写真館になってますね。うん、ね、行きました。行きました。教会が世界遺産になったわけじゃなくて、うん、何世代にもわたってやり続けてきたっちゅうの、うん、続けてきたことが世界遺産になったんだっつって、うん、なんか力説してたね、うん、この人たちがガイドさん、うん、ガイドさんで、ここ左側に今諏訪神社があった。諏訪神社はあの LT キャンパスの諏訪神社、そうそうとがから来たやつで、フェイクでね、うん、立てたって歴史資料館で、ね、そういう説明してもらったんだけど、すごいたくさん情報もらえますよ。おじさん の説明の終わり方が面白かった、ね、面白かったね。言いたいこと喋ったら喋り切ってやったぜっつって去っていったじゃん。俺たち置き去りやったじゃん。そうそうそう、最後ね終わりだよっていうこと一言もなかったんだよ。どうなったのみたいな、終わったのかなとかね。それだね、大江天主堂。続いて、長谷川方向です。天草ロザリオ館です。ちょっとね、聞いてきます。犬がいいかどうか。ほら、正面に。P って書いてある。100メートル先。歩いて来た。登ってきたら、すごいよね。案内を終了しよう。ここだ。焼いて食べるといいですね。
かんころ餅みたいなやつで、こっぱ餅、お餅、これ黒糖で、これが白砂糖。かんころ餅みたいな感じのさつまいものね、お餅。いきます。大江天主堂世界文化遺産って書いてある。はい、じゃあお風呂に向かいます。さっき買ったコッパ餅、うん、あ、すごい美味しい。全部ちょっとフェリーターミナルの近くまで移動してます。まだあと30キロもある。いただきます。甘くて美味しい。どうぞ。うんじゃなくてさっきの方が美味しくない？白い方が。これ今黒糖だからね。いいね。来てる？普通車がなんか来てる。向こうで止まってるよね。ゆっくりしてるよね。いいと思う？来てる。来た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 。どう？すごいね、この道。この道ね、天草サンセット、天草西海岸サンセットラインって言うんだって。今日サンセットは見えそうにないね。向こうに長崎が見えてる。あれ長崎だよ。もしかして正面って雲仙？雲仙じゃない？あっち。雲仙。うん。まもなく左方向です。わお、車1台しか通れんよな。ギリギリだね。爽やか大浴場ユメール。うわ、漁船もいっぱい。ユメール、どこ、どっち？ふむふむ。炭酸カルシウム温泉。行ってきます。はい、お風呂行ってきました。あ、イルカが見える展望所、とりあえず行っておきます。せんな。こんな広いところなのかな。あ、なんか泳いでるよね。そう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 。すごい群れじゃん。あれはイルカだ。テーブルがすごいのは勘弁。イルカ見えたね。ちっちゃく。普通群れででも泳いでるから、あ、いるって分かったけど。めっちゃおるやん。なんかこの天草の一帯がなんか今週末トライアスロンの大会があるから全面通行止めって言って。ここだ、イルカセンター。イルカセンターよいしょ。6時までさっき終わった。トイレはこんな綺麗な感じ。
大きいのが雲仙岳。そうそう、真ん中に映っているのが雲仙岳で、右側にちょっとポコッと出ているのが平成新山。すごい綺麗な夕日。こら、飛ぶんじゃない。よし、よし。バックアップしつつブリを切る。ブリ切りました。そして一番いいところでくつろぐ犬、机の下で寝る犬、シマアジ、シマアジも切る。シマアジですよ、はい、くっついてる。あ、なんか匂うぞ。何の匂いだ？ピコ、鼻はめちゃくちゃいいからな。ヘラちゃんは我が家のルールがよくわかってるから諦めモード。もらえないって知ってるね。君の分は私が出そう。ちょっと遅くなっちゃったけど、いただきます。バイバイ。うん、美味しい、美味しい。うん、美味しい。ブリいただきます。うまっ。これはうまい。油乗ってるね。うん、はい、おやすみ、おやすみ。We found